台風6号は明日にかけて沖縄や奄美地方にかなり接近し大荒れとなる見込みですその後は日本の南の海上で勢力を強めて北上し西日本に接近する恐れがあります台風6号が接近して暴風域に入っている那覇市では最大瞬間風速35.7メートルを観測し大荒れとなっています沖縄や奄美では明日にかけて 九州南部では、明日午前から夜にかけて局地的豪雨をもたらす線状降、水帯が発生する可能性があるとしています。気象庁は暴風や高波、高潮、土、砂災害などへの厳重な警戒を呼びかけています。